ほしいんです。今子宮に来ました、来たと思います。やっぱりそのホルモンの指令を出してるのは頭なので、リープロダクトポイント、うわめちゃくちゃね、顔がいいですね。あ、良くなりましたね、むくみもなく、はいはいはい。ハリキューデンからこんにちは、美容ハリキューデンです。今日はクライアントのアオルさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性特有の悩みがあって、いろいろ聞くとね、自律神経本当にもう自律神経みたいなデパートですよ、デパートいろんな引き出しがあっていうことで、セリフ術なんですけど、はい、結構お悩みだったんですよね。悩んでますね。ちゃんとまともに生理来たことがあんまなくて、はい、小学校5年生に初めて生理来た時からずっとこう不順っていうか、年1回の時もあったしみたいな。年1回の時、はい、なんか出る量もおかしかったりとか、はいはい、ずっとなんか不正出血が続いたりとかで、ね、あ、そうですそうです。3週間ずっと続いたこともあって、これは直さないかんなんで婦人科さんにも通ってピルとか飲んだ時期もあって、にはなんかじゃあ経過観察みたいな、そんな感じです、ね、若いから意外と食事とか睡眠気をつけてね、うん、っていう形で、あんまり薬飲まない方がいいよってアドバイスを受けて、結局改善しないっていう方結構多いんですよね。多いんですね、うん、検査をしてもまあ問題ないし、うん、まあ若いからね、スマッシュ若いからまだね、妊娠だ出産だという問題がないから、うん、ホルモンのバランス悪いと、ね、エストロゲンの量とかで女性らしさとかね作ってますから、丸みがあったりとかね、あの女性の雰囲気とかオーラとか、まあ、そういうものも下がっちゃうんで。あ、そうなんだ。ヒゲ生えてきたらどうですか。え、ちょっとショックかもしれない。そんな極端じゃないですけど、さすがに、ね、1回で一生の効果ってないので、はい、まあ、継続的にね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、針も初めてですね。初めてということで、ちょっとソフト気味にこんなのとか、こんなのとか、こんなのとか、全部 YouTube 見てるんで、しっかり治療させていただきます。はい、それでは、ゴー。生理不順の方、体結構ね、こわばったりとかするんで、柔軟性があってですね、リラックスできてると、やっぱりリズムがいいんですよ。体ね、結構ガチゴチだと思うんですよ。ちょっと合わせてもいいですか。合わせて、右向け、右。右。そう、反対はどうですか。全然横に行かないですね。横に行かない。全体の血流が悪いんですね。血流が悪くて生理不順が出てないとか、代謝が悪い。肝臓の経絡に11円。親指なんですね。この1個目と2個目の足のところですね。10円貼ります。大小ってところですね。小指がですね、指の手首の付け根のところですね。これ通理ってところなんです。ここに1円を貼ります。これですね、体のお血、滞りが改善します。じゃあちょっと手を合わせてやってみてください。めちゃめちゃいきますね。はい、すごい。反対向き。おお、めちゃめちゃいくじゃないですか。オーケーです。オーケー改善しましょう。ぜひ11円やってみてください。ブラッドスタグネーション。Go away! では、早速生理行ってみてください。Go! 生理不順の方もホルモンバランスが崩れて原因があるわけですね。自律神経の乱れだったりとか、疲労感だったりとか、ちょっとね、気血の流れが悪かったりするんですね。それを東洋医学的に整えていくっていう形になります。まずはバランスを整えるので、脈とかですね、見ていきます。はい。腎の経絡っていうのがちょっとパワーダウンしてるので、ここを整えていきたいんですよね。で、お腹をちょっと見ていきます。今、ここ嫌ですね。ああ、嫌ですね。ここも嫌ですよね、なんか押されてる感じ。あ、胃と肝臓の経絡が良くない感じですね。他、生理学の、ね、第一線の現場で救命病棟とかですね、集中治療室にいたんですけど、やっぱり生理学の限界を感じることが多くて、生理学の治療プラス東洋医学の、ね、治療を合わせたらですね、相乗効果で良くなるんじゃないかなと思ってですね、データも拝見させていただきながら、ね、治療していったりとかするんですけども、うん、肝臓の経絡が乱れてるとか、そういうのってそこまでは生理学的に追わないんですよ。やっぱりホルモンのデータとかを見るっていうのは大事なんですけど、内肝っていうツボがあるんで、ここにまず貼ります。ね、心房の経絡を刺激します。で、今度肝の経絡で対処しますね。を整えます。はい。バランスを整えてあげるのと、ちょっと刺激を加えて、エネルギー活性化してあげるとですね、バッて良くなりますから、はい。これがやると怪しいということですね。はい、ではですね、お腹。
これ柔らかいじゃないですか。あ、すごい。ね、これ外します。そうすると、やっぱ嫌じゃない。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いです。首、右向いてみてください。右で反対向き。これ右の方が行きにくいでしょ。はい。ね、これ貼りますね。お腹。右。行きやすいでしょ。行きやすいです。で、外します。はい。とは、乱れてる。乱れてる。この気血の乱れ。整えた上でホルモンバランスの薬とか飲むと、まあ、効きやすかったりとかもするんですよね、うん、だから相乗効果ですね。婦人科さんで結構東洋薬で漢方を出したりとか、うん、鍼灸師さんはね週1回来てもらって東洋薬で治療するっていうねクリニックもあったりとかします。で僕もそういった院、から紹介を受けたりとかねしてます。ずっと貼っておくにはイオン球っていうのがあるんで、ここに1ミリぐらいのずっと貼っておけるんですよ。10円と1円ずっと貼ってらないじゃないですか、うん、これですね。イオン球プラスを手の内側に貼ります。はい、マイナスの対象に。はい、これで OK。 柔らかいですね。柔らかい、はい、で首動かして、あ、行きますね。行きますよね、はい、で、気血の滞りはねやっぱ肝臓の経絡流しましょう。まず心房の経絡を刺激します。心房、はい、心房です。小籠包じゃないです心房の経絡、内肝、山椒の経絡です。山椒の山椒って経絡があるんですよ、英語ではトリプルヒーターって言いますね。外観、はい、これで OK。 肝の経絡、はい、対処わかりました。中方が滞ってます。これちょっと押すと痛いかもしれない。これ、あ、痛い痛い、軽くしか押してない。痛い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 です痛いです痛いです痛いです、ね、知ってます、痛いの見えますもんね。だって CT スキャンで見えますから、上田式 CT スキャンです。またあのコメントに怪しい書かれますけど、はい、ここだ。結構でもカオルさんの場合は簡単という言い方変ですけど、うん、要は疾患じゃないんですよ。乱れてるだけなんで、うん、病気とかだったら西洋薬で治してもらいながら体が元気になるような東洋薬の治療ってしていくんですけど、ベースは悪くないです。だって乱れてるだけ、自律神経とか、この整えてあげて局所の刺激をしてあげるともう本当に良くなります、うん、単純な、そんな深刻ではないってことですね。ちゃんと整えてあげればいいですけど、健康体です。過度なダイエットもしてないんで、うん、ちょっとエネルギーの回転が悪いっていうことかな。石も重いじゃないですか、はい、だけどグッて転がり始めるとバーって転がっていくじゃないですか、うん、初動が悪いでしょ。あ、その初動を良くするのはこう東洋薬で、何もしないとこれは良くなってですね、変わらない、うん、何もエネルギーを流すっていうのが本当にポイントなんで、電気をねかけてあげるとですね、経絡上にですね、上田式のこの 4K 治療ね、できる人まだ100人ぐらいしかいないんですけど、頑張って育成してますから、全国の皆さんが受けられるようにですね、これをマスターして多くの方を救いたいという方は僕の元に来ていただければ、熱血治療ブワーンってやりますから。講座はどこで受けられるのか内緒です。探してみます。これちょっとトントントンしますね。感じますか。感じます感じます、はい、そして子宮を目覚めさせましょう。アルさん、はい、もうしょうがない、治すってこと、一撃の春しかないので、うん、え、昇進です。これですね、子宮に入れます、子宮に入れます子宮の前に膀胱があるんですけど、ね、あ、はい、膀胱を貫いて反対側の子宮に行かないですよ、ね、ちょっとあのあれですね、今ふと思ったんですけど、やっぱちょっと初心者じゃ刺激的すぎるんで、もうちょっと後にしましょう。ちょっと針嫌いになれても困るでこの針気持ちいいっていう方もいるんですよ。あ、そうなんですか。なんか先っちょ入ってますねみたいな、すごい。でここにね、任脈っていう経絡があるんですけど、ここにアプローチをするためにちょっと長いのを使います。スキンポイントですね、やるときにあの女性鍼灸師が入ったりとかするんで、うん、安心してください。恥骨の方にですね、この骨盤の前あたりですね、向けて針をします。ちょっと引いて、今子宮に来ました、ちょっと思います。ですね、卵巣を刺激する針と東洋医学的に、生理不順を改善する針の場所があるんです。これちょっとね、教科書に書いてないんですよ。鍼灸学生さんとか見てる学生さん、はい、はい、
あー、まあ、見えちゃう見えちゃう、あーちょっともう分かんないですよ、ね、秘伝の場所がある、秘伝の場所です、はい、あー、あー、これだ、これはもう来月結構いいと思いますね。あ、そうなんですか、うん、最後に来たのいつですか。3ヶ月前ぐらいです。全然大丈夫、今回の中で結構来ると思います。はい、今刺激してる、うわ今刺激るスパークルズ、うわっ、おお、あっ、響いてます、響いてます、活性化してますね、うん、ぶわってくるじゃない、もう暖かくなってきて、そうです、やっぱりそのホルモンの指令を出してるのは頭なので、リープロダクトポイントっていうのと自律神経乱れてるんで多分セロトニンの発生とか良くないと思うんですよね。なんでこの前頭葉あたりをちょっと刺激していきます。呼吸循環ポイント、循環を良くします。これだ、うお、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。スパークルでしょ。スパークルです。ああ、あれが初めての朝出しにしてます。リープロダクトポイントですね。再生ポイント。これ、ね、コロナの味覚障害とか嗅覚障害良くなりますか、はい。その場合はちょっともうちょっと攻めますけどね。はい、OK。これで7分お休みいただきます。では、7分経ちましたので針を取っていきます。スンってしました。来ました、来ました。おお、響きました、響きました、ね、子宮に響かせました、はい、おお、パーティーでしょ。パーティーです、パーティーです、パーティー、パーティー、子宮がパーティー、子宮パーティーです。眠っていた卵巣機能は、はい、起きますか。めちゃくちゃね、顔がいいですね。あ、良くなりましたね。むくみもなんか、はいはいはい、動きちょっと見てみましょう。おっすげえ、めっちゃ変わった。めっちゃ変わりました、ね、めっちゃ変わりましたね。すごい。だから相当怖がってたんで、はい、基礎疾患は多分ないんですよね。だけど状態は悪い、エネルギーが待ってない、気が枯れてるって言うんです。でも枯れる年じゃないんで、はい、エネルギーをバーって回すとめちゃめちゃ良くなります、ね、はい、ということで生理不順とかですね、婦人科さんに行くのは非常に大事ですけども、変えてるんだけどなかなか良くならないとか、若い方でですね、行ってみたけど問題ないから栄養とかね、睡眠パターン整えながらやってみてくださいって言ってもなかなか良くならない方ってね、かなり多いと思います。でこれで治療を合わせてやるとですね、すごく良くなりますから、まあ、やっぱり3ヶ月ぐらいは欲しいんですけども、治療期間としては。でもですね、半年とか1年とかないね、生理不順が3ヶ月とか半年とかですね、コンスタントに来るようになったらね、絶対に女性としてね、いいことなので、ぜひ、まあ、治療の相談をいただければと思います。うちの院はですね、横浜元町と銀座にありますので、そちらの方はですね、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。またですね、 4K の治療とかですね、できる弟子はですね、100人ぐらいおりますので、まあ、そちらの方もご紹介できたらなと思いますので、また神経炎はですね、普通に生理不順の治療とかやってますので、まあ、そのうちの会員さんとかね、関係なくいろんな神経炎で治療できますので、ぜひ神経治療もね、一つのアイデアとして受けてみてはいかがでしょうか。ということで、他にもですね、セルフケアの動画で使い施術の動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。 LINE が新しくなりますので、新しい LINE もぜひねフォローしてください。フォローするだけで特典がいろいろもらえますので、ぜひフォローしてください。チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いします。ありがとうございます。重症ですよ。僕なんか疲れてたもんね、なんか変なジャオを吸ったのかもしれないですね。おーすごいもんね、もうどんどん出てる。改善するのが陰部神経の刺激っていうのがあるんですね。調子お尻の方に来てます、ね、じゃあ聞いてますね、子宮に響いてます、ね、でもいいですよ、すごい1ミリも入ってないですよ。